今日の先生は国際ビューティー&フード大学校の篠原先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のメニューはフライパン一つでできるこちらです。白ワインと水で煮るイタリアの水炊きアクアパッツァ。材料です。白身魚、アサリ、ミニトマトなどをご用意ください。まずは魚を焼きます。白身魚には塩コショウが振ってあります。これを、はい、これを、皮目の方から焼いていきます。はい、皮目の方を香ばしく焼くことによって、香りも良くなるんで、まず皮目の方から焼いていきます。皮の方がいい色になってきましたね。はい、ではここの空いたスペースでニンニクとアンチョビの香りを出していきます。はい、みじん切りのニンニクとアンチョビを入れていきます。こちらアンチョビの方は少し潰しながら炒めていきます。はい、先生、アンチョビってやっぱり旨味とか。そうですね、これはイワシの塩漬けなんで、はい、ちょっと塩分も入ってて、もう旨味はすごいあります。ここで今日のパパッとポイント。美味しさのポイントはこのケッパーです。先生、ケッパーというのは、はい、風鳥木と花の実になりまして、その実を、酢漬けにしたものになります。酸っぱいんですね。そうですね、酸味とあと旨味がこれで出ます。美味しさが変わってくるんですか。そうですね、本当旨味が上がりますね。あとこのオリーブなんかもやはりこの味が出てくるんで、オリーブもケッパーも今スーパーの方で買い求めることができます。オリーブとトマトは半分に切ったものを加えています。そうですね、さっと煮上がるために今日は半分にしてみました。はい、そしてアサリ、アクアパッツァといったらやっぱりアサリも欠かせないですよね。はい、では次に白ワインを入れていきます。はい、ではこの白ワイン入れたところでちょっと強火にしてもらって、はい、一気にちょっとアルコールを飛ばします。アサリの口が開いてきましたね。ではここで水を入れて、はい、これであとは沸かして、あと弱火にして、10分ぐらいゆっくり煮ていきます。色もスープがこう煮詰まってきましたね。はい、ここに、パセリを入れて、あとは一煮立ちさせれば出来上がりになります。彩り鮮やかですね。はい、ケッパーやオリーブなどを使ったおしゃれな一品、素材の旨味が引き出されています。トマトとオリーブオイルの香りがしてもイタリアンな香りですね。ではいただきます。もうこのスープにアサリとか魚とかトマトとかいろんな美味しさが出てますね。そうですね、それにこの爽やかな味わいはケッパーですか。まあ、そうですね、ケッパーからも爽やかな香りと酸味が出ています。うん、これは白ワインとかが合いそうな。そうですね、本当白ワインと合うと思います。ぜひ皆さんもこの旨味たっぷりの一品作ってみてください。